ゴルダメアはイスラエルの政治家、第五代首相ロシアのキエフに生まれた。当時の名はゴルダマボビッツという、1906年に家族と共にポグロムの多発する貧しいウクライナからアメリカが州国ウィスコンシン州ミルウォーキーへ移民した。ミルウォーキー州立市販学校を卒業した後、公立学校で教師として働く。1915年にポアレツ・ヨンポルシオンに加盟し、 1917年、モリス・マイアーソンと結婚し、1921年に、夫と共に、パレスチナに移住。その後、1924年に、テルアビブに転居し、公的機関などで勤務。1949年に、クネセト議員に初当選。1951年に夫は死亡し、労働大臣、外務大臣を歴任。この間、1956年に生を、 ヘブライ5名名や、萌え輝くの意に改めた。第三代首相、レビエシコルの死去を受けて首相に就任した。第四次中東戦争の際、ユダヤ教の最も重要な休日である、ヨムキプールにエジプトとシリアの連合軍は、イスラエル国防軍に対して、奇襲攻撃を行う情報があったにもかかわらず、十分な対策を取らなかったことが批判の対象となり、1974年に、辞任。 イツハクラビンに首相の座を譲った。1975年、イスラエル政府からイスラエル賞授与。ゴルダメアはエルサレムで死去し、エルサレムのヘルツルの丘に葬られた。1984年に91万シェケル紙幣で、1987年のデノミネーション後は10シシェケル紙幣で肖像が使用されている。1969年秋にアメリカを訪問した際、 マスコミはおばあちゃんが買い物袋を下げてやってきたと報じた。その買い物袋にメアはファントム戦闘機25機、スカイホーク攻撃機85機、ニクソン大統領から引き出した長期経済援助を入れてイスラエルに持ち帰ったミュンヘンオリンピック事件の報復として行われた神の怒り作戦を承認した。ありがとうございます。